1992年、二大国の対立はすでに過去のものとなり、もはや大国による核戦争で世界が破滅する危機は去ったと思われていた。しかし、1998年7月13日、アメリカ西部のミサイル基地より撤去寸前の ICBM が老朽化による故障のため誤って発射されてしまった。何重もの安全装置がなぜ作動しなかったのか、今となっては誰にもわからない。2年後、ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ、再び活動を始めていた。だが治安状態は非常に悪く、ビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていた。そしてある日、謎の武装集団がニューヨークに現れた。次々に住民が殺され、金品が奪われていった。ちょっと検察権の味を試させてもらうぜ。検察権。手間取ったな。早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。この部屋の中はどうしたんだ？マリアン！マリアン！誰にやられた？ビビー、検察権に。検察権？マリアン！マリアン、死ぬな！ダブルドラゴン。
あのヘリで逃げようってわけか。そうはさせるか。待ってろよ。
自動操縦かよ。一体このヘリはどこへ向かっているんだ。手動にならないぜ。まだ死ぬわけにはいかないぜ。
海底なのか。そうらしいな。進むしかないぜ。Thank you.
なんだ。しまった。やつらここを沈める気だ。あそこに行かなきゃならないようだぜ。ああ。くれるじゃないか。ワナガ、ビリー、ジミー、気をつけて。今の声が聞こえたか。ああ、マリアンの声だ。どうやら俺の頭の中も楽しくなってきたようだぜ。俺もだ。行くか。
そこが次の入り口か。Thank you.
ビリー、お願いビリー、これ以上は危険すぎるわ。私のために死なないで。奴は強いわ、強すぎるのよ。俺は危険なことが好きなんだ。分かっているだろう、マリアン。これで1000年続いた検察権も消える。最後に我が憲法の古い言い伝えを教えてやろう。幻影が広がる時、悪魔はよみがえり、二匹の竜が天をかけるとき、天使は舞い降りる。これは一体。マリアン、生きていたのか。ビリー、嬉しい。でも、なぜなの。だって、私はあの時、幻殺剣の呪いが解けたのさ。愛している。もう二度と君を離さない。Thank you.